皆さんご存知だと思います。あの盲目の三味線式高橋竹山さん知ってますか。あ、知ってますね。高橋竹山先生は今から80年90年前に青森県の津軽地方に生まれました。そして竹山先生に何度か聞かせていただきましたが、17歳18歳までは目が見えてたそうでございます。17歳18歳で失明したそうでございます。それから三味線を習い、歌を習い、尺八を習い、そして今では世界的に有名になりました津軽の民謡をあそこまで復旧させた方が、あの竹山先生でございます。生前に聞かされました、目の不自由な人は仕事がない、マッサージを覚えてもかかってくれる人がいない、今の時代じゃありません、80年90年前の青森県津軽地方です。大変なご苦労されました。そこで目の見えない方5人10人と手をつないで、あの津軽地方、そして北海道渡って、うちの軒先を借りて、そこで三味線を弾いて、お金もらったりお米もらったりしてやれたのを門付けと言います。うちの門で弾くから門付けと言います。それいう言葉が今流行ってますが、竹山先生が言っておりました。生前門付けというのかっこいいけど、俺たちは小じきホイドって言われたんだ。石を投げられたり、ボッケリ投げられたり、目が見えない人はそうして小じきホイドが来た、小じきホイドが来たと照らされて、そして叩かれたりして来たのが三味線に弾いてる目の不自由な方々です。そういうのに負けないようにですね、津軽のジョッパリが成し遂げたのがこの津軽三味線という、今では世界で有名になりました、そういうものを広めたのが、あの高橋竹山先生。この三味線という楽器には弾く人それぞれの因縁上下が入っております。この三味線が日本に入ってきたのは、文献によりますと500年前だそうです。戦国時代500年前より500年前に入ってきたそうです。最初は沖縄、琉球王朝、そして日本に入ってきたそうです。琵琶法師の方が三味線の原型を持ってきたと言われております。そしてこの三味線という楽器は細棹という三味線、あと中棹、そして我々が持っているのは津軽三味線の太棹と言います。細棹というのは芸者さんが弾く、ね、膝の上に乗ってチーントンシャン弾きます。あれは猫の間です。皆さんご存知の通り細棹と言います。それよりちょっと太いのが中細三味線と言いまして、民謡とか地唄前に使われます。そして我々が持っているのが浪曲なんかも弾きますが、津軽の太棹という全部大きくできております。一番の違いは、普通お三味線というのは猫の皮ですけど、この津軽三味線だけ犬の皮です。ケンピです。ケンピ。そしてお祭りで叩く太鼓は牛の皮から馬の皮、これが多いそうでございます。そして皆さんが持っている唯一の皮が、ああ、うまいです。ツラの皮です。なるほど、ね、このツラの皮はいろんなね、熱い人もいるし薄い人もいるし、皮を大事にしていただきたいなと思ってます。そして高橋竹山さんという、うちの弟も歌だけではなく三味線の方はその高橋竹山さんの高橋流を継いでおります。三味線という楽器は上が象牙、一本作ってもらうと7万から8万します。糸巻き象牙です。一本7万から8万、3本あるからいくらぐらいでしょう。まあいいか、それはね、うちで考えてください。ここのカバーがしてあるのが、ここも天神と言います。エビ横も言います。エビの尾っぽみたいな天神、大切なところです。でこの竿の方は紅の木と書く紅木という木です。インドとかインドネシアからの輸入材でございます。大変硬くて丈夫です。そして一番大切なのは三味線の胴です。胴です、この胴素晴らしいでしょ。これが津軽塗りです。津軽塗り、皮の方は先ほど言いましたように犬の皮です。そして材木は鉄の刀
花の木と書く玉屋さんという木です。三味線の胴は玉屋さんという木を使っております。その奥様の三味線を奏でるのが皆さんご存知のバチです。バチ、上がべっこう、ためのコーラべっこう、下が象牙です。上と下がべっこべっこなってます。